虹色トリップです。今回の動画では石垣島旅行で人気のグルメを巡り、実際に食べて美味しかったお店を紹介します。一度は行っておきたい定番グルメが中心です。皆さんの旅のお役に立てると嬉しいです。1軒目は石垣島北部の赤石食堂さんです。地元の方にも愛される八重山そばの人気店です。メニューは八重山そば、ソーキそば、アグー豚のとんかつなどシンプルです。こちらは八重山そばです。かまぼこと細切り肉が乗ったシンプルなそばですが、かつおだしと豚骨ベースで旨味が凝縮されたスープはあっさりなのにコクがあり、いきなり飲み干してしまいそうになる美味しさです。麺は丸麺、つるつるっと滑らかな食感でスープとよく合います。こちらはソーキです。かなり大きいです。ソーキはトロトロになるまで煮込まれ、お箸ですっと簡単に切れます。お肉の旨味と甘じょっぱいタレがよく染みて、ご飯が欲しくなる美味しさです。軟骨ソーキですが、軟骨がどこにあるのかわからないほどトロトロ食感です。ソーキそばも、ソーキのタレが八重山そばのだしと合わさっておすすめです。人気の観光スポット玉取崎展望台からは車で11分、観光の前後におすすめです。2軒目は野原岬観光農園野原カフェさんです。こちらはパイナップル農園経営のスムージーやジュース、八重山そばが人気のお店です。お店の前には手入れされた美しいお庭があり、海が見えてロケーションが最高なんです。店内の雰囲気は清潔感があり、とってもおしゃれです。メニューはパイナップルやマンゴー、パパイヤなどフルーツジュースの種類が豊富です。一番人気のパインがゴロゴロと入ったパイゴロフロートが売り切れのため、看板メニューのパインジュースをいただきます。野原岬農園収穫のパインを使ったジュースです。店内にも席が用意されていますが、天候が良ければ外の席がおすすめです。カップもとっても可愛く、ロケーション最高。お天気が良ければ写真映え間違いなしです。ジュースはパイナップルの甘みとマイルドな酸味を余すことなく味わえ、とてもフレッシュで美味しいです。お店の屋上からも景色を楽しむことができます。北部観光の前後のドライブ休憩にぜひ美味しいパイナップルジュースを味わってみてください。3軒目は石垣港離島ターミナルから車で6分の荒川食堂さんです。2017年の八重山そば選手権でグランプリを獲得した牛そばと牛汁が人気のお店です。メニューは牛汁と牛そばのほか、唐揚げやカレー、定食メニューもあります。こちらは牛そばです。大きな和牛肉が乗って迫力がすごいです。お好みでフーチバーやニンニクをもらうことができます。今回はフーチバーを乗せてもらいました。スープは牛肉の旨味がしっかり出ていて、コクがありますがすっきりくどくないお味です。美味しいしゃぶしゃぶを食べた後の締めのお蕎麦のスープのような、肉と野菜の旨味がしっかり味わえます。そしてお肉、お肉は上に乗っているだけでなく下からもゴロゴロ出てきます。贅沢です。ほろほろと柔らかく美味しいです。フーチバーの苦味がよく合います。麺は八重山そばのツルツルとした丸麺です。ニンニクを潰して入れて味変するのもコクが増しておすすめです。ボリュームがすごいので、女性の方や小食の方は小サイズでもお腹いっぱいになると思います。荒川食堂さん、スタッフの方も親切で、牛そばも美味しくておすすめです。4軒目はこちらも石垣港から車で3分、石垣牛 100% の美味しいハンバーガーが人気のバニラデリです。店内はダイナースタイルのインテリアで、とっても雰囲気がいいです。石垣牛グルメハンバーガー、モザレラチーズバーガーです。石垣牛 100% のパティが2枚も入り、ボリューム満点。お肉の香ばしい香りと甘みが楽しめます。市街地にあり、利用しやすいロケーションです。5軒目は揚げたてのサーターアンダギーが人気の行列店さよこの店です。出来上がりの時間はプレーンは10時、紅芋は11時、種類によって揚げる時間が違います。
今回は10時開店直後に行ってプレーンを購入しました。外側サックサクで中はふわっとしていて、ほんのり甘い優しいお味で美味しいです。小ぶりサイズでおやつにぴったりです。観光前に買ってフェリーやドライブのともにいいですね。人気店のためすぐに売り切れてしまうことも多いので、出来上がり時刻の少し前に行くのがおすすめです。10時オープン、なくなり次第終了です。6軒目は離島ターミナルから車で13分、名倉湾に面する高台にある石垣島みるみる本舗さんです。毎朝採れたて新鮮な井森牧場の牛乳を使ったジェラートや石垣牛ハンバーガーが人気のお店です。今回はジェラートのマンゴー&塩黒糖、芋ドラゴン&ミルクをオーダーしました。お店は高台にあり、海を見晴らすことができます。晴れていたら写真映え間違いなしです。ジェラートのマンゴーは濃厚、塩黒糖は甘じょっぱくて優しい甘みです。そしてさすが牧場の新鮮なミルクを使ったミルクのジェラートは、牛乳の優しい甘みが感じられて一番おすすめです。こちらのお店も屋上に上がることができます。竹富島や西表島が見えて、とても開放感があり気持ちがいいです。ジェラートは美味しくてロケーションは最高、ぜひ足を運んでみてください。7軒目は知念紹介です。鬼笹と呼ばれる名物商品が人気のお店です。鬼笹はおにぎりとささみカツを合わせたものです。まずはショーケースに並んだささみカツをビニール袋に入れ、おにぎりも一緒に袋に入れて、好きな調味料をかけたら、あとは両手でぺったんこ、平たく押さえたら完成です。柔らかなカツとのり玉おにぎりの組み合わせ、みんなが大好きな想像通りの味です。どこか懐かしい青春の味で何度でも食べたくなります。ささみ以外にもとんかつ、おにぎり、ハンバーグ、アジフライなどがあり、おにぎりものり玉以外に数種あります。好きな具材でぺったんこするのもおすすめです。夕方には売り切れることが多いので、遊びに行く前に買って離島やビーチに持って行って食べるのもいいですね。8軒目はホテル日光八重山近くの郷土料理が味わえるアダン亭です。こちらのお店では地元産の新鮮な魚介類を使ったメニューや、沖縄や八重山ならではの長命草や大谷渡りといった植物、石垣牛など地元の食材を使った郷土料理が楽しめます。こちらは石垣牛寿司です。程よく火が通され、肉の甘みと香りが存分に楽しめ美味しいです。そのままでも美味しいジーマミー豆腐を揚げたジーマミー豆腐の揚げ出しは、ピーナッツの香ばしさともっちりした食感が衣と出汁にマッチして止まらない美味しさです。パパイヤチャンプルーは大根のようなシャキシャキとした食感のパパイヤが出汁の旨みを吸ってペロッと平らげてしまいます。ビールによく合います。八重山そばのスープを使った八重山そばちゃんぽんもおすすめです。アダン亭、何を食べても外れなしです。人気店のため予約して行かれることをおすすめします。9軒目は夕暮れな石垣離島ターミナルで買えるご当地グルメを一気に紹介します。こちらはナナピート本舗さんです。石垣島のマリア牧場で絞った美味しい牛乳で作ったマリアシェイクや、お惣菜、お弁当、地元企業のスイーツなどを買うことができます。大人気のマリアシェイクは牛乳本来の甘みを感じる、牛乳好きにはたまらない美味しさです。ナナピート本舗さんほか石垣空港でも買うことができます。お店のワゴンにはお弁当やポーク卵など美味しそうなお惣菜が並びます。スイーツコーナーもご当地スイーツで充実しています。ご当地ならではの飲み物もあります。これは八重山元気乳業の元気クールです。乳酸菌飲料でさっぱりあっさり美味しいです。シェイクの原材料でもあるマリア牛乳です。コクと甘みがあり、後味はすっきりしています。こちらはブラックジューシーです。おにぎりに見えますが、イカスミかまぼこの中にドライカレーが入った食べ物です。
ボリュームがあって食べ応えがあります。石垣島のお菓子屋さん、那覇ベーカリーのモカです。ふわふわのスイーツです。スポンジはふわふわ軽く、ほんのりコーヒー風味。クリームは甘すぎず、やや固めにホイップされています。軽くて一瞬でなくなります。ご当地グルメが満喫できる夕暮れな石垣港離島ターミナル。離島へ行く際のフェリーに乗る前にランチを調達するのにおすすめです。最後は地元の方の台所、スーパー金秀です。沖縄本島でもよく利用する金秀ですが、島豆腐やジーマミ豆腐の種類も豊富で、マグロやソデイカ、地元のお魚が新鮮でとっても綺麗です。そして金秀のお寿司は見た目も美しく、何度食べても美味しいです。お惣菜コーナーの油脂豆腐は地元で大人気のお豆腐屋さんで作られているようで、これが優しい塩味で美味しいんです。美味しい上に安くて、カップの蓋が閉まる範囲で好きなだけ入れられます。外食に疲れた時にはスーパー金秀で好きなものを買ってホテルで食べるのもおすすめです。お財布にも優しく、石垣島で暮らしているようなそんな気分に浸れて楽しいですよ。以上、石垣島旅行で実際に食べて美味しかった人気のお店10軒の情報をシェアさせていただきました。まだまだ行きたい人気店がたくさんあります。皆さんのおすすめのお店もぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価いただけますととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。